やすい、まあ、いかにそのチョウザメを皆さんに知ってもらえるかということで、まあ、あの和食から、洋食までのシェフが今日一堂に、集ってますので、はい、非常に期待しております。キャビアの生産を始めた時に、チョウザメの、まあ、母体となる身の方が、残ってしまったりするということだったので、それを使ったお料理をみんなで、まあ、勉強したいということで今回は、はい、やってみました。せっかくあの新しい食材として着目されるようなものがたくさんあるんですけど、まだまだあの世の中では知られてないんですけども、そういうものがわざわざ茨城に行かなきゃ食べれないねとか、茨城すごい食材あるねっていうようなことがこれからどんどんと、まあ、裾野が広がっていけばいいんじゃないかなと思ってます。